皆さん、こんにちは。蕨市聴覚障害者協会の秋葉正江です。7月のテーマは家族と他行の指文字です。一緒に表情豊かに楽しく手話を学びましょう。各2回実演するので、皆さんも真似して一緒にやってみましょう。昭和、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 平成、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 令和、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 いくつ、いくつ、いくつ、いくつ。年齢はいくつ、年齢はいくつ、年齢はいくつ、年齢はいくつ。男性、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 女性、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 夫、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 妻、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 父、父、父、母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 、祖父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 、祖母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 、息子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 、
娘、姉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 、妹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 、家族は何人ですか？家族は何人ですか？家族は何人ですか？ 家族は何人ですか？ 指文字は手の形で50音を表しており、名前など手話で表現しづらいものを伝えるときに使われます。今回は他行の指文字です。皆さんで今日学んだ指文字をやってみましょう。た、ち、つ、て、と。今日の手話の勉強は終わりです。ありがとうございました。